いや、空からの撮影って憧れるよね。空中撮影ってやつ、ドローンだよね、やっぱ。でも俺が持っているドローンってこれなんだよね。空中撮影以前の問題だね。ん？ちょっと待ってよ。俺ひらめいちまったかも。これをさ、こうしてさ、こうしてこうして、で、これ磯玉240、玉編みの240センチなんだけど使えるべ。先っちょにね、これつけて、100均のね、三脚のスマホホルダー部分を右手でくっつけてと。完成。見て、この長さ。でね、それっぽく見せてるだけだけど、これならね、ドローンっぽく撮影できんじゃね。で、実はオズモポケット用のね、エクステンションロッド、延長ロッドね、持っているんだけど、ちょっと短いんだよね。さて、外に出るか。なんかさ、消防のさ、火災報知器の点検のおじさんみたいだね。あとさ、作業着だから業者っぽいので、お疲れ様ですっつって、どこでも撮影できそうな気分。まあできないけどね。では、なんちゃって空中撮影開始。それっぽく見えるような感じだよね。今回はなんちゃって空中撮影だったけど、なんかね、棒状のものを使って高いところからの撮影は可能性を広げると思うんだよね。でもね、人前ではやはり恥ずかしいんだよね。でも作業着着ているとね、不思議と大丈夫なんだよね。というわけで、オズモポケットを使った空中撮影でした。ではまた。ご視聴ありがとうございました。またね。